はい、今回はグルエッツイーバック RGZ3060 フィーターザフィートヒーターデラックスの説明をいたします。まあ、こちらのコンセプトなんですけど、まあ、日常的に使えるような、ハーフシュラフということで、モバイルバッテリーをつなぐことによって、まあ、足元の発熱帯をですね、温めて、まあ、全体的に温度をキープするもしくは温めるというような形のデザインになっています。通常のフィーターと比べてデラックスの場合は、内側の、フィリングですね、中綿を増量した形になるのでより暖かい、モデルという風になっているのと、あと足元部分にこうナイロンを使うことによって汚れてもすぐにこうケアできるような形になっています。スペックとしては、まあ、全長は130センチ、幅は80センチ、足元の部分でも60センチぐらいあります。で、適用身長としては160から2メーターまでを想定しています。重量は全体で1100グラムで、フィリング重量に関しては、まあ、シート状のフィリングを使っている関係で、表記がありません。で、足首のボリュームに関してはこちらですね、45センチの40センチ、厚さも18センチと割とこう大きめのものになっています。で、素材スペックに関しては、表地、裏地ともに、マイクロファイバーですね、 100% ポリエステルのブラッシュされた起毛されたマイクロファイバーを使っています。で、中綿に関しては、ポリエステル 100% の、シート状の、中の花粉の中綿ですね。で、足元の部分に関してはこれは40デニールの、ナイロンを 100% という形になります。で、使用用途は、まあ、屋内、まあ、普通に、日々の生活の中でちょっと寒い時に使っていただいたりとか、もちろんキャンプなんかでも使えます。あとは結構足元がこういう形で、補強されているので車椅子なんかで使う方も、多いというふうに聞いています。機能性の部分に話をすると、まずモバイルバッテリーをつなぐ部分ですね。外側のポケットの中にコネクターがついてますので、モバイルバッテリーをつないでいただいて、そうするとこの足元の部分ですね、こちらに発熱帯が発射されているので、ここの部分が温まるというふうになっています。で、使用時間に関して言うと 5000mAh の、モバイルバッテリーでだいたい 1.8 時間、1万ミリで 3.6 時間の使用が可能というふうになっています。ただ注意してほしいのは、まあ、発熱ユニットが熱くなりすぎると危険になるので、まあ、45度を超えない範囲で使用してください。暑いなと思ったらもうモバイルバッテリー外してもらえれば結構です。あとモバイルバッテリー自体は、こちらの商品には付属しておりません。で、その2、快適性のその2に関しては、まあ、ナイロン素材ということですね。結構足元汚れがちなので、汚れてもすぐにケアができるようにということで、足元の部分だけナイロンで補強してあります。で、収納に関して言うと足元の部分ですね、ここがそのまま裏返してもらうとタフバッグのようになってますので、畳んでいただくとこういう形で小さくまとめることができます。